メルカリが皆さんでもアントラーズの鹿島アントラーズの親会社だってもう自体もあんま知らないかもしれないけどでもさ、うん、アントラーズの,さ、はい、あの子産サポーターとさ、はい、バトルしての最高,最高に面白いんだけどだ <laughs> バトルっていうか僕らしたらどっちかっていうとすいませんってはい、はい、中途半端な気持ちでメルカリがアントラーズの経営に乗り出してしまったばっかりにろくな補強もできずにチームは弱くなってしまって。<laughs> まあ、だけどささそれ考えたらさ、うんはい サイバーエージェントの爪の赤線時点の番組で町田町田今だから J1 注意ですから去年まで J2 だったんですよそんなに変わるんですねやっぱりこれ俺藤田さんにね社長にこの間会った時に聞いたのよどうなの何なのこれ何が違うんだと そそしたら、はい、その高校サッカーの結構実績残した監督さんを、はい、青森山田,山田、うん、そこの監督さんを引き抜いて、うん、それで去年めちゃくちゃ補強して、えー、俺だって国立競技場のベルディ対町田の試合見に行ったんだけど <laughs> えげつなかった。強いんですか 強いしその前の週にベルディののトップ選手を引き抜いたの、はい、何振りかまわず超補強してしかもその青森山田の監督を招聘したのがバカ当たりしては<ー>いや俺はお前ちょっと金かけすぎだろみたいな話を俺したら「はい,はい、いや堀江さんそんなことなくて、はい、あの監督を引き抜いたのが良かったんです」っていうは<ー>要はプロの監督にいきなり高校サッカーの監督を抜擢するってリスクあるじゃないですか。はいそれを リスクを厭わずにやったら大成功その監督がいいっていうのは藤田さんが直接目利きしてるんですかあのか多分誰かがアドバイスしたんだろうけど、はい、そこはやっぱり彼はすごいなと思う、うん、勝負師だなと思ったのは,はい、はい、要は社長なんだよ。はああの のゼルビア社長本人サイバーヘジェントの社長が兼任してんしかもんか23年前揉めた時に結構サポーターと二年直接思わなかったか町田ゼルビアを東京町田ゼルビアにしようとして猛反発食らって二度とやりませんすいません許してくださいみたいな三木谷さんはイニエスタ引き抜いてきて再三度返しである意味やってる気もするんですよ神戸の件はいいか悪いか別にしてまあでも周囲になってるそういう意味で言うと 今のアントラーズが、なん、極めて中途半端な感じになってて、うんうん、よく知ってる人が社長なんでね。サポーターぐらい部分はあるけどね。二 <laughs> 年ぐらい前も、監督途中で変えた時とかも、結構荒れて言んですよ、やっぱり。はい,はい、いや、だから、やっぱり、それは経営者の、経営感覚というか、だって、サイバーエージェントは、結果を出してるわけじゃん。で、そんなに金かかってないんで。<か> <laughs> うん、多分、予算規模、そんなに変わらないどころか、その予算間で、首位になれるんだから。うん、それは、やっぱり、経営者のね、能力ってところは。 人材抜擢力みたいな、ね、だからやっぱ僕すごく思うのは僕そんなに超本当に12回飲み会でちょっと斜め向かいに座ってたぐらいですけどメルガリの山田さんって多分普通にいい人なんだろうなとだから多分山田さんとか US のの事業の、はい、アメリカの事業でメルガリ悲しもうまくいってないんですけどそういったジョンって別のジョン・ラーゲルンって別の幹部もいるんですけどそこら辺を切れないんだろうなと、はい、だからでもそれは経営者としてはどう分かるけどどうなんだみたいなことを多分誰も言わないだろうから <laughs> 俺が外からギャンギャン言えば少しはいいかなっていう。 要はアメリカってでかいんで IT のプラットフォーマーなわけですよ。で IT のプラットフォーマーって多分桁2つぐらい違うんだよねメルカリの経営規模と。だからもうメルカリはそれこそ楽天並みの赤字を毎年掘って。 やっと周囲になれだか一僕やっぱりいいか悪いか別にして楽天モバイル三木谷さんの楽天モバイルにかける気迫とか、はい、そのイニエスタを連れてくる気,気迫みたいなのに比べるとよくも悪くも山田さんのアメリカ事業とか <laughs> サッカーのアントラーズにかける部分が別に <laughs> だから一旦人に任せるっていうか幹部を連れてくるってことは悪くないんですけど、はい、それでやってきてで今もう56年経ってうまいこと言ってないのにそいつにそのままやらせ続けてるってことがやっぱちょっと緊張 とかないですよね。なるほど、やっぱりそれは舐め,められるよね。部下から。 例えばですけどジェフ・ベソスさんっていう人がいるんですけどアマゾンやめた後今ブルーオリジンっていうロケットの会社やってるわけだけど一向に打ち上がんないんだよね宇宙にちょっと行って帰ってくるロケットを打ち上げてんだけどスペース X のイーロン・マスクとかに比べるとやっぱ迫力ないのよだけど金持ちじゃんアマゾンうまくいってくからさやっぱすっげえ金使ってるから多分あれ部下に舐められてると思うんだよねあいつは財布だと結局ディティールが分かってないとギャンギャン打ってもじゃあお前やってみろよってよ 思わ,れ内心思われて,て、ね、だからやっぱりそ,のそうそうそうイーロン・マスクとかすんげえ技術にも詳しいからなめらんないんだよねそういうこと、ね、はいはいはい。だ結局ガバナンスってダメなに部下がいた時にだったらお前どけと俺がやるわって直接手を突っ込むかだったら別のやつでもっといいやつ連れてくるからお前クビって言えるかっていうなるほどなんかこの緊張感なかったら結局絶対そうなりますよねう最後は。ある だから事業ってたまたまうまくいったケースもあるんですよ、はい、まあ例えばメルカリもそのちょうどあれってさヤフオクと何が違うのみたいに思ったりした人いると思うんだよね、うん、最初の頃ってだけど そのスマホで簡単に写真撮ってアップして即決価格で決まっちゃいますみたいなのがやっぱ手軽で受けたところでスマホの出たてのところにうまいことハマったんだよねはい、はい、っていうラッキーもあるわけですよ、はい、メルカリって。だからそれをちゃんと次につなげられるかどうか。 っていうやっぱ企業文化みたいなところは、俺はあるのかなってやっぱ企業って文化なんで。最近堀江さんあのまあリクルートも入ってきた。今例えばタイミーでメルカリでメルカリハローでリクルートもタウンワークで入ってきたいわゆるスキマバイトって言われてる。はいはい。一日間ぐらいだけちょっと働くみたいのが今話題になってます人手不足なんでそういうのもめちゃくちゃ盛り上がりつつあるんですけど、堀江さんとかそこら辺どう思います？いや俺タイミーは行けてますよ。社長。七八年前にあのホリエモチャンネル出てもらったんへー。 俺は飲食店経営その頃してなかったから何がいいのか分かんなかったんだけどその後その牛角の創業者の西山さんとかその辺が出資し始めて DNA の COO やってた森保さんがまた COO やってまあいろいろあってちょっとやめちゃったけどそうやって注目されてたってタイミーで食う子たちって隙間バイトだから変なのが来るんじゃねえかと思うじゃん意外といいのが来るんで。 隙間だから悪いんじゃなくて、はい、むしろ隙間でこういうものに注目してる割とリテラシー高いっていうか、はい、リテラシーこい,い、いあるいは時間を無駄にしたくない意識の高い人みたいなはいはい、はい、が来てくれるからで皿洗いとかやらせとけば全然いいじゃん、はい、タイミーの創業者の方の,なんかその経営者としてのサイストーリーの作り方とかもすごくうまいんですよおじいちゃんが亡くなられたので人生は有限だって思ってその限られた時間を人生いかにゆゆ豊かに過ごすかみたいな観点でやってるみたいな最初あれですよあ<ー>あのシェアハこと みんなで住んで開発してましてあの人、えー、俺そこに行ったんですよ ホホモモンンンンチチャャネネルでネルでで<ー>、まあ、メルガリの新規事業としてあれに目をつけたっていうのはすごいいい着眼点だなと思ってるんで言うてもでもヤフオクひっくり返したんだから、うん、タイミングまだひっくり返すみたいなまだまだ2個目か3個目ぐらいの気が全体的にしてるんで、うんうん、だからそういう意味で言うとアントラーズとか米国事業はいらないよねって話なんでしょうそうそうそう <laughs> 要は経営資源の集中の仕方が間違ってるよねみたいな <laughs>、うん、山田さんが実際にメディアを引き連れて100億円の豪邸からメルガリハロで自分も隙間がないとやってみたとかやればいいと思うんですよ 僕はやろうかと思ってます勝手に一株主としてやって動画投稿してでタイミーと両方やって感想を言おうかなと思ってすけど、うんえー、新ニーサが始まって、はい、投資系の動画がバズるの俺も始めったもんだって SBI 証券とかにね、はい、新ニーサの案件動画なのに100万回って、うんえー、堀江さんの SBI との距離感のつかかある感じがすごい笑っちゃいましたから、えー、<laughs> それでそれでとかってほう 競合は大丈夫なのみたいな,な,んか <laughs> なんか僕もずっともう堀江さんとは元部下だったってこともあって<う>僕あれですもんなんか結婚式もあって,ってあそうですそうです結婚,結婚式のその立ち会い主賓いわゆるいわゆるライブ大事件が起こる二三ヶ月前で良、はい、かったです本当あれもうちょっと遅れてたら春の結婚シーズンにちょうどある意味ぶっちゃったって主賓が急にこれだけあるって <laughs> でもねその春の結婚シーズンに結婚した奴らもいるのよえどういう上司だったんですかまあ厳しい あとやっぱせっかちでしたよねあの頃かなりせっかちでしたよ今かなりのんびりしてそう思すます。それでも名言があってあるビジネスパートナーが鎌倉にいたんですよどことかちょっと言わないんですけど僕ライブだって六本木いるじゃないですかビジネスパートナーサイドの開発が遅れてて共同サービスがなかなかちんたらうまくいかないみたいなことに対して堀江さんが「鎌倉の一秒とさ六本木の一秒は価値が違えんだよわかる?」っつって。 お前六本木の家賃とさ鎌倉の家賃比べてたらさどっちが安いか,か高いか分かるだろうだからあいつらのペースに仕事合わせてたら俺たちが損すんだよ <laughs> その担当者に向かって「<laughs> お前の仕事は,はい、はい、鎌倉の人間に六本木時間で仕事をさせるのが、うん お前の仕事だ最初の出だしがね鎌倉の一部と六本木数の価値が違うってある意味めちゃくちゃ芯をついてるじゃないですかだってコインパーキングの値段で比べたって六本木と鎌倉のコインパーキングの値段全然違いますよね上司自身は覚えてない、堀江さんにしよう案覚えてないですよもうだって言いっぱなしですから